い、クジラクジラ。なんだね。ヒカキンが1億円募金したじゃん。素晴らしいことだよね。あれってヤフーからの企業案件だよね。だとしたら何なの？1億寄付したけどヤフーからのギャラが1億だったりして。それはないよ。ヒカキンさんの人間性知ってるでしょ。冗談だよクジラ。ヒカキンさんみたいな人が立ち上がるとたくさん寄付が集まるんじゃないかな。そうだね。でもやっぱりネットでは心ないコメントが多いね。どんなコメントがあった？コロナを利用して好感度を上げようとしてるとか。ひどいね。もうヒカキンさん上げる必要がないくらい好感度高いけどね。あとはウームに募金の 30% が手数料で渡されるとか。ありえないでしょ。あとはあの1億円も本当は募金してなくて運営や数字を入力しただけとか。よく人の善意をそんなこと言えるね。相手にしなくていいよ。でも募金や寄付ってその後にどう金が使われてっかあまりわからないよね。おお、セラさんの着眼点が素晴らしい。だろ？確かに募金や寄付ってその運営の人件費や経費の手数料を抜いた額が NPO 団体に寄付されたりするんだよね。うん。その NPO 団体が今度は人件費や経費を引いて寄付するから募金額のほとんどが経費で消えて寄付額が募金額の10分の1くらいってことはよくある話だけどね。マジで？だから募金した後に自分の募金した団体が募金額の何パーセントを寄付したか追いかける必要があるね。NPO 団体ってどうやったら始められるの？え？どうして？なんかよくわかんないけど、やりようによっては儲かりそうじゃん。